大丈夫でございます。あ、それではどうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、元居住者の則光って言います。で、今これここの豊中市の地図でこの野田町の地図ですね、これ野田町の地図ですね。で、ここに名神高速道路がこう通っておりまして、名神高速に面して野田町がここからここまでずーっと、これ野田町なんですけども、この中がね、野田町で野田町なんですけども、平成7年に阪神淡路大震災が起こりまして、ここの野田町の住宅、それからアパート、文化住宅、マンションがここで、地主さんが157名の地主さんのここに住宅が建っておりました。ところが阪神淡路大震災で野田町の住宅が全部全壊半壊になりまして、アパートに住んでいる方々、あるいは文化住宅に住んでいる方々が住むところがなくなりましたので、豊中市がこの中に散在してた国有地が3カ所ぐらいこうあったんですね。こう国有地が、国有地の皆さんがお金をもらって土地を売って、で航空騒音で土地を売ったらお金がもらえる制度になってましたので、それが空港騒音跡地としてこの野田町に何か所か散在してたんですね。それで豊中市長が来られまして、ここに仮設住宅を作りますと。で、仮設住宅に被災された方々のを一応避難をしてもらいますと言うて、この空港騒音の跡地の3カ所ぐらいに仮設住宅を作っていただいたんですね。それで市長が提案がありまして、この野田の土地価格整理事業をして、この 5.6 ヘクタールを野田の土地価格整理事業をして、で全部さら地にしてもう一回マッチを作っていきたいと。そしてこの中心部の道路から名神高速寄りの北部を一時避難のできる公園にしたいと。それから中心部から今度南の方ですね、こう南の方に住宅とこの市営住宅を作って、ここの今仮設住宅にいてる方々をこの市営住宅に移したいということで、この野田町の157名の地権者に協力をしてほしいというお話がありました。で、私たち地権者はここに一時避難する講演をしてくれて、で私たちにここに監視先の住宅の土地をこの10日公開してくれるんであれば、私たちはそれを公園にするんであったら受けましょうと。その代わりに建物とかの費用は私たち実費で払いますと言うて、市長にお答えしてるんですね。で、豊中市が喜んでくれましてね、平成8年度から平成16年度にかけてこの土地価格整理事業を完成させたい。で、こ
この仮設住宅の方々もこの市営住宅にね入れてあげて、ね、要するに救済をしたいということでね事業が始まった。ほんで平成11年にここが全部更地になりまして、で皆住んでる人たちの住宅をこの南部の方に土地を豊中市が決めてくれまして、土地をくれたんですね。そして北部の方に、この北部の方に公園にするためにさら地にして、で私たちの建てる家もさら地にして、300もかかりましたけどさら地にして豊中市に公園にするためにお預けした。そして平成15年にこの市営住宅も住宅も全部出来上がったんです、南部の方がね。でこの北部の公園にする土地がまだ公園の整備地のままになってまして、まだできてなかったですね。で市長は平成16年度までにここに公園をしますから待ってくださいって言って帰られてるんです、平成15年くらい。ところが それ以後平成18年の4月で市長が交代してるんです。これを決めた市長と今現在の朝里雄市長と平成18年の4月に変わられてるんです。そしてこの公園ができたのは平成24年遅れること、なんと大変遅れて平成24年にこの公園の道路ができたから2つに見えますけど、もともと1つの公園だったんですけど、こういう道路を作ったもんやから2つになってますけど、この2つになってる東側、これが東側ですね、これこの東側の公園が平成24年度に完成したんです。ちょうど豊中の第10中学校がありまして、この学校と災害が来た時にこの学校と両方使ったらいいことで、先にこの東側の公園ができたんです。でその時にこの西側のこの公園用紙はまだちょっと財政がちょっと足らんので、市長はちょっと待ってくださいということで、今までその公園の整地そのまま掘ってあったんです。でこの道路のところを絡みをしてね、入れないようにして、でもし入る場合は鍵を豊中市が持ってましてね、返してくれて中の掃除やらしてたんです。で去年ですね、2016年去年の1月ぐらいからここをずーっと整地、なんか砂を掘り起こしてね整地をしだしたんです。で私たちは野田町の地権者は、あ、公園をしてくれるんやなと言って待ってたんです、喜んでたんです。ところがですよ、平成16年の6月からここに森友学園の学校が立ち出したんです、小学校が。で私たちに一言も話がないんです。この話があったのが1月の、平成16年の1月にチラシがポストに入ってまして、ここに学校を建てるので説明会をしたいというチラシが家に入ってたんです。そういうことは一般で考えられないんですけど、現実に豊中市はこういうことが起こってるんです。それでその説明会に町会の皆代表が出まして、学校が立つ説明をこの学校法人の籠池の
森友学園ね、森友学園のから2名説明が前に座ってました。それと建設会社から2名、藤原工業の2名、それから設計会社から2名、だから6名の方が黒板の前に座って、で私たち町会の者が参加してですね、その説明会を聞きました。だから豊中市から建築許可をもらいましたので学校を建てますと。それでこの建物のですね説明をしました。であと質疑応答で私が代表で手を挙げまして、でこういう意見書を作って、ほんで私が説明しましたのは、ここは野田町のこのあなた方が建てようとする学校の土地は豊中市と私たち野田町の地権者と約束をして、ここは公園にする約束で、私たちはこの住んでましたけどここ開けてるんですよと。だから学校は建てられないので建てないでくださいと言うて、私が質問しましたら、向こうの方から豊中市から学校を建てる建築許可証をもらってますと言うて、あれですね、許可証を見せてくれたんですね。で私たちは、それならば私たちは豊中市に行きますと。しかし今日の説明会で野田町の住民の皆さんが反対しているこの意見書を置いていきますので、必ずこれは豊中市に提出してください。近隣の皆さんが賛成しないとこの学校は建てれませんので、必ず近隣の皆さん反対していることで、この手紙をね、必ず豊中市の建築の方に出してくださいと。で私たちはまた町会として豊中市の方に行きますからと言って、そこはもう別れた。ほんで1月から土地をね、こう公園にするように思ってましたけど、こう掘ってましたんでね。で6月に実際に建築が立ち出してましたんで、私たち町会の代表が市役所へ行きましてね、建築の課長が出てきましたけど、ここの土地は野田土地家の政治事業の土地で、公園でするために私たちは豊中市にお貸ししてられる。で一部国有地もあるけれども、この土地は国から買い取って、そして公園にしてくださいと言うて行ったんです。ほんだらね、課長よりはね、受けたまわりましたと言うて、その私が持ってた書類を受け取って、で私たちは帰ってきたんです。その場で建築許可を取り消せとか言ってますけども、課長じゃ無理は思うので、で帰ってきて、でそのままになってるんですね。それともう一点は、平成15年度、これ後で調べたいけどね、平成15年度で、平成15年度12月の11日、平成27年ですね。平成27年ね、はい、うん、平成27年、はい、12月の11日ですね。年号データ2015年になるんですね、はい、そうです。2015年の12月の11日にね、元豊中市会議員、野田町理事会長、乗光康と、で向こうはね、豊中市長の浅利慶一郎様で、市長室に行ったんです。で、私たち市長室に行こう思ったら、会ってくれませんので、当時の豊中市議会の議長にお願いしましてね、ぜひ、市長に会わせてほしいということで、許可を取って、この日に市長室に行ったんです。
で市長室で浅利市長とね田中いう副市長があります。それからあのこの公園の担当の半田部長、それから担当 の, あの吉田いう課長、4人が出てきまして、で私たちはこの意見書を持ってね、あの市長室に入りました。ほんで私の方からこの意見書をね読み上げましてね、で簡単に言いますとね、野田土地区画整理事業の完成についての意見書、豊中市施工ですね、豊中市施工の野田土地区画整理事業の完成についての意見書、野田土地区画整理事業の概要、施工者は豊中市ですよ、それから施工面積は野田町の 5.6 ヘクタールです、施工期間は平成8年から平成16年度に完成することでね、このように決めていただいてますよと、豊中市と。で全体事業費としては約20億円、これはあの豊中市議会でね野田土地区画整理事業の特別会計を作っていただいて、市長さんが20億円をねこれ作っていただいてるんですね。これそれから事業内容としては道路と公園等の整備ね、これにも決めていただいてるんですね。で野田町の 5.6 ヘクタールの土地利用区画ですね、野田地区北部、これですね北部、野田地区北部は国有地を集約した近隣公園多目的施設等として南部に住宅地を配置する、住宅地については都市計画道路、穂積小萌線、沿道を中高層住宅地、その東西を中低層住宅地とする、計画人口800人、このように豊中市が決めてくれたんですね。で次公園計画については野田地区北部に移転跡地、国有地を集約した都市施設用地を確保し、災害時の一時避難地機能を持つ近隣公園を整備する、これは この土地は阪神・淡路大震災、平成の阪神大震災で大被害を受けましたのでね、それで市長の方からここに将来東南海地震が来るからこの北部は一時避難の時の公園にしますと、で公園にすれば国からも補助金が出るので作りやすいということで、これは豊中の市議会で決定した、平成11年の3月のこの平成11年の3月の市議会でこれをみんな決定したんです。ですからここ今学校建ってますけども、ここ今去年から6月から学校森泉学級が建ってますけど、ここは豊中市が国から土地を買って公園にするということをもう平成11年の議会で決定してますから、ここは豊中市が国から買ってここに公園をせないかんですね。だから私は市長のところにね、これ見てください、野田土地区画審議会と野田町地権者は野田地区北部野田町10番地の土地を国より買い上げ、災害時の一時避難地機能を持つ近隣公園を建設してください。平成16年度の完成が大幅に遅れています。平成27年度中に完了することを要求します。ご理解を賜りますお願い申します。で、市長室に行ってお願いをしてあるんです。それと合わせてね、はい、この平成26年の12月10日にも
これと同じような資料意見書を持って市長室に行って平成26年度中に公園を完成してくださいというお願いにも行ってある。ところが平成26年度12月に行ってる回答が なかったもんやから、平成27年の12月11日に2回目の市長のところに意見書を持って、今度は平成27年度中にはここを公園にしてくださいと言うて書類を持って行った。ところが26年のその意見書の回答もまだ、この27年の回答もまだね。で28年になってここに学校が6月建て出したでしょ。その学校を建つのにね、豊中市が公園にするために国の土地を買い取ってそして建てる約束をしてあるのに、豊中市も野田町の私は地権者で、地権者ですから、地権者にその紹介もなし、挨拶もなし、公園が遅れてつまんない話もなしで、学校が学校からも話もなしに、ある学校の建設が始まってるね。それを分かったのは今年の1月か2月から国有地の売買でこの森泉学園の問題がテレビでじゃんじゃん出来出して初めて私たちは分かった。国の土地を豊中市が公園にする約束してあるのに、国の土地を森泉学園が買ってあそこに学校を建てますと、それも去年のね6月に国から森泉学園が買ったとなってますでしょ。で私は野田町の地権者157人が怒ってるのはね、私たちはあそこに住んでたけど豊中市からどうしても平成7年で被災を受けた方々を助けるためにあそこを将来また東南海地震来たらあかんから公園にしたいので、それとこの市営住宅をして被災者の皆さんを救いたいので野田町の皆さん協力してくださいという話があって、私たちも年金制度のお金はないんですけど、まあそういう公園で作ってそれを被災者を助けるわけやから私たちはちょっと辛抱せないかなということで、銀行からのお金を借り入れてこの家を、この家建てたら2700万かかってますね。ね、自腹で払ってますね。で向こうの土地24坪の土地で住んでたんですよ。あれを解体するのにね300万払ってますね。ここの建築業者に払ってます。で私年金生活だけど3000万の金をかけてます。ほんでまあたまたまね、私たちはそうやって年金は250万ぐらいやけども、私たちは貯金が残ってたから十分対応できますけど、それ以外の方々で大変な方もあると思いますよ。まあ建築物が安い場合やったら1500万で建ってるから、まあ負担ない人もあるかもわからんけども、それでもね当時の市役所にすごい職員がおられたから、このような野田の土地確保整理事業がねできてますので僕らもう感謝してたんですけど、その後の去年からの国会のテレビ見てますと、この森友学園、ね、が安い値段でね国から買ってるとね、そういうことを耳にしますとね、目にしますと、私たちは豊中市にね、なんで豊中市は買わなあかん土地をね森泉学園が買って安く買ってよ、ほんで学校建ててるんやと言うて、私たちはもう怒ってるんですよ。挨拶もなしですよ。森泉からも挨拶ないですよ。張本人の豊中市からも一回挨拶ないんですよ。私たちは町会で2回もこうやって市長室に行ってます。ほんで私たちは本来なら告訴したいんですよ、野田町として。それよりね、私たちは市議会で決めたことですから。で私も
これを決めた平成11年の議長してましたので、市長と約束してますので、私はこんな国葬するよりか議会の方へね、議会がありますから。で私の後輩も今市会議員してますので、議会の方へ行ってね、でこの話をね、議会でもう一回ちゃんとねやってくださいと言って市会議員に頼んだんです。ほんで2月の24日からなんか議会があるって言ってましたんで、ぜひね、あのここはあの公園用地やから、あの公園を作ってくれと。で今豊中、あの大阪の審議会でここあの公園のね認可をねするかしないか微妙になってるけども、できたらあの認可をしないと。で不正なことやってるからよ。そして国がもう一回買い上げたら、豊中市はこの土地を従来の約束通り買って、そして公園にしてくださいと。でもしこの建物が建ってるので潰すわけにいかん場合があったら、私たちとしてはあの皆で話してるのは老人ホームにね、今老人ホームが足りませんので、老人ホームのね保育所にも豊中足りません、ね、で老人ホームの保育所にしてね、この建物を利用するんやったら、私たちはね町会でまだ支持言ってませんけどね、賛成しようかと。ただしグラウンドはね従来通り公園にしてもらうと、避難緑地にね。それやったらどうですかってみんな言ったら、それはな成美さん賛成するわい。この学校だけは絶対あのみんな反対やと、ここでもするって言ってますのでね。で私たちの本心としてはもう最悪ですよ、学校としてはもったいないから、だから国が買い上げてくれて、で潰して買い上げる言ってますけども、それはもったいないから潰さんと買い上げてくれて、この土地を豊中市が買って公園にしますと。建物は建ってるから、ここに保育所と保育所と老人ホームでグランド公園にしたら補助がおりますから、向こうの補助でもね14億やけどもね13億なんぼ補助がおりてますから、だからこっちももし従来13億としても補助がおりますのでね、公園作りますから、で老人ホームまた補助がおりますのでね、そしたらまた向こうと同じ2000万ぐらいで、僕の予想ですけど2000万か3000万で買えますので、向こうは2000万で買ってますのでね、あの大きな土地公園の補助が下りてますから、そういう形だったら野田って皆さんね納得してくれますので、私はそれに言ってくれてますので、そういう形でね今議会がありますから、知ってなんか審議会はほんで議会の方にね議員の方に僕の方からお願いに行ってますしね、ほんで豊中選出の府会議員がねおりますので、その府会議員にもね直接行ってこの手紙を皆見してありますね。ほんで府会の方でもねどうかこの認可をね、こんな悪い学校ですので認可を絶対しないようにね働きかけてくださいと言うてお願いをしてありますのでね、その結果を待ってますね。その間にちょうどこうやってテレビがね来ていただいて、でこの間の新聞社の方は豊中市にこの野田豊中選事業について教えてくれて言ったらね、みんな知らん人ばっかりじゃない、20年前ですみんな分かりませんって言うんだよって、これこれね、これ議会で決まってることやね。ほんでその新聞社の記者の方うちに来られて、野田の土地確保理事業についてね教えてくださいって来られたら謙虚な人、ほんで上がってもらって、ほんで私はみんな知らん持ってましたんで、これがこれですって言ってね、これは町会に説明あった資料、これがね私たち町会にね
あ、こうやって置きますか。ありがとうございます。こうやってね、はい、こうやって私たち町会に、C からね、町会からこうやってね、前の土地こんなんでね、設計図ね、町会に豊中氏が来て説明してくれた資料だ、これね、見てください。よいしょ、はい、ね、ほんでこの資料はね、はい、この家が建つ前はこの公園に この整地するまでは私が住んでたのは こんな家が金網の中にあったんですよ。金網に家潰すまでよ。充電居住者が157人子に いてはって、地権者はそれをさら地にして、ルダ都市から整地場からさら地にしてこういう形にしたんです。こういう形、これも議会で見れば決まってることですね。でこれ内容みんな出てるでしょ。ここまで決まってたわけですね、きちんと、こんな立派なパンフレットもできてて、これは議会でくれたんです。議会で作ったんですよね。平成11年、はい、市長が説明するのにね、はい、議員にくれた、40名の議員、うん、それは私議長だったら皆資料集まってたの、うん、充電居住者で、すごいでしょこれ、うん、こうやってもう決まってるんです。そう、これを発明した職員はもうすごいいい職員が豊中市にいてたこと、これをした人がね、すごいですよ。空港の土地とそれから私たちの土地と合わせてね、野田の土地獲整理事業をね設計した職員がすごかった。この時の職員が20年前の職員、もう定年で辞めてますけどね、すごい。もう夜もう遅くまで市役所の方ってね、ザーッと見たんでね、設計作ったりね、研究したりって聞いてましたんでね、すごいです。いや、もうそうなるともうここに住まれていた、皆さんとしては、もう話が違うと、騙されたという感じですね。怒ってますよ。何でもあったって、昨日もうち来はったけど、若い人が、息子さんがね、おっちゃん、これはもう、許したらあかんで、分かった分かった、今、市長と話してるからね、怒ってるみたいな、うん、怒ってる。そもそも、なんでそんな公園を作るのが遅れたんですかね。それがね、この住宅は平成15年で仕上がってるんですよ。ここ全部平成15年に。ほんで私たちは市長からもう16年にはしますよって直接聞いてるもんやから安心してたんですよ。ね、で僕の後の議員さんにもね、僕は平成15年の4月で辞めてるから、議員さんにもね、ここは約束できたから公園頼むでって言ってあった。ところが議員に聞くと、ちょっと今財政がちょっと足らんので、ちょっと待ってくれ言ってますねって。それが続いて平成24年まで待って、24年にやっとここできた。ほんでここが去年から学校建てたでしょ。さあこの原因をね、まだ何でか市役所が答弁これ言ってけどくれてないんです。で議会でもまだしてないみたいなんで、私たちはなんでやねんと言うて怒ってる。議員にも言ってますね。つまり市の方から、豊中市の方から正確な説明が来てないということですか。一切ない。一切ない。なんでここを変えなかったのかだとか、なんで森友学園の方に売っちゃ
国が売っちゃったのかだとか、ね、そもそも国と市の間で合意ができてたはずですよね、この辺に関しては。だから議会で豊中市で買う約束してたわけ、はい、約束はしてたわけですよね。どうぞどうぞ、はい、金額は分からへんけどね、うん、約束をしてたのに、ね、豊中市が買わずに向こうが買ってるのはなんでやいうことがやっぱり議会で追及せなかったと思う、豊中市議会でね。でそれでまあ 今はお願いしたんだけど、それまでずっと遅れてるのはなんでやねん言うたら分からん、僕たちでは。僕も議員辞めてるからね。しかしもしね、こういう学校立つんやったら豊中市からね、こういう事情でこうなったいう説明があってもいいんじゃないですか。それはそうですよね、当たり前なんでしょ、うん、私はどっちなんやから、ね、ただ空港と合わせて作るから国から買うわけであって、ね、それが一切説明なしですよ。これ市長2年間言ってるんですよ、平成26年と27年ですよ。返事ないんですよ。ほんで28年に学校建って、それからもまだ豊中市が返事がないんですよ。で私は議員さんに質問出したけど、議員さんからまだ質問回答は来てない。ほんでもう今年の1月に豊中選出の深井議員がおりますので、その党へ行ってこの資料みんな渡して、よくあの豊中市のね議員さんに指導してくださいと、深井議員が支部長やからね、総支部長やからお願いして、 まだ帰ってきたら1月の話やからね。だから私たちとかだったら家の中で不思議なことが起こってるわけで、常識でありえないことがね、こうやって起こってるわけです。だから国会でやられてるね、あの話を聞いてても、私が言ったらおかしなことばっかり、追及は正しいことしたんだよ。じゃあ答弁がおかしい答弁ばっかりです。だから株池をやっぱり承認官房じゃ分かると思うんですよ、うん、その議員はみんなごまかしてるから捕まったんやからねと思いますけど、やっぱり自民党は反対してるから何かあるんやな。